日本関東地方埼玉県川越市、朝日町朝日町は埼玉県川越市に存在する町日の都である。現行行政地名は朝日町1丁目朝日町3丁目である。郵便番号は350-1126。朝日町は川越市内の中心地、川越駅の西口側に近い位置に存在する。当庁の東端から順に1丁目、2丁目、3丁目の 確定が置かれている。また、東町の西端に西武新宿線が直線で引かれている。周辺の他の町邸大和座では、北に脇田本町、東に荒宿町、南に大塚、西武線を挟んだ西側に脇田新町や広江町と、それぞれ接する。2017年10月1日現在、川越市による朝日町の確定の世帯数と、 人口数はそれぞれ以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。国道16号も貸子街道も、当町の一丁目を通過している。ちなみにどちらも、当町の東端に、川越駅、西口方面へ伸びる、一般道路に交差する。当町に西武バスとコミュニティバスである、川越シャトルが走り、以下の各停留所から、 それぞれの系統のバスが利用できる。いずれの系統も川越駅西口、または一部がその先の本川越駅発着である。JR 川越線と東武東上本線の川越駅が東町から西側にあり、距離が一番近く徒歩でもたどり着く。また西部新宿線の本川越駅へ、上記の一部のバスでの移動もできる。この他、東町の南西方向にある、 西武線の南大塚駅へも上の川越61.62系統、または川越シャトルで移動ができるが東庁から距離的には川越駅等よりは少し遠い場所にある。ちなみに西武線は東庁の西端に北東から南西に線路が直線で伸びている。1丁目、2丁目、3丁目。ありがとうございます。